とそれな。いやもう俺ダメだわ、もう疲れがピークだわ、もうダメだ。大丈夫かよ。あ、いらっしゃいます。いらっしゃいますじゃねえ。おいこらふざけんじゃねえぞ。この前買った風邪薬全然効かねえじゃねえか。一体どうなってんだよ。いや、そんなこと言われても。だいたいここいつもそうだよ。マスクの時もね、ワクチンの薬もね、パルスオキシメーターもね、一体何のために商売やってんだよ。店長がボンクラなのか。何なんだよこの店一体。不愉快で仕方ねえわ。何なんだここ。なんだろう、頭が悪いんだったら薬飲むのやめた方がいいっすよ。は？そもそも自分の体の中にウイルスの侵入許しちゃったよねっていう時点で僕も負けだと思うんすよね。要は自分が防げる行為をしなかった結果起きた出来事は自分の責任であるというふうに考えるべきなんですよね。なんだよそれ。じゃあ俺どうすりゃいいんだよ。うんこ食えばいいんじゃないですかね。とこの前久々にツイッターで見たんですけど、病は気からっていう昔頭のいいどっかの偉いおっちゃんが言い始めて広まった言葉があるよねっていうやつがあるんですけど、うんこを食える気合があれば風邪とか治っちゃうと思うんですよね。なので僕が41年間生きてきた大人としてアドバイスをするんだったら、うんこを食わねばならんと思った時は迷わず食え。以上です。ああ、なんだようんこって。どうなってんだよこいつ。こいつ疲れすぎるとひろゆきみたいに論破したくなっちゃうんですよ。そうだ、この栄養ドリンクを飲ませれば。どう、お前これ好きだろ。好きじゃねえよ。じゃ嫁になるんかい。疲れがたまったら栄養ドリンク。なんだろう、なんかそういうデータあるんですか。